宇宙探査の新しい手段を確立しました。で、それから先ご報告として文章にも書かれていることを読ませていただきましたが、JAXA は小惑星探査機はやぶさ2に搭載した衝突装置 SCI を小惑星リュウグウへ向けて分離する運用を実施しました。はやぶさ2より分離したカメラ DCAM3 が SCI の作動時間に撮影した写真にリュウグウ表面からの噴出物の様子を捉えたことから SCI が計画通り作動したと判断しています。はやぶさ2の状態は正常です。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、4月の5日金曜日なんですが、小惑星探査機はやぶさ2の、目玉ミッションの一つであります衝突装置を使って、小惑星リュウグウの表面に人工的なクレーターを生成するという、ミッションだったわけですけれども、その運用が今日行われまして、見事小惑星の表面に衝突装置を当てることができたということが確認されましたね。はい。で、それに合わせて、はやぶさ本体から分離したカメラによって、その、衝突装置が当たって、こう、地面がこう、バーンとこうなってる画像も、ちゃんと撮像されました。はい。で、それで得られた画像がこちらなんですけれども、ここですね、ここに、その衝突装置が当たって表面がこうドーンとこう、表面の物質がこう飛び散ってるところが見えてるんですけど、まあ、この画像自体が、まあ、かなり拡大してるんですけど、これをさらにこう拡大していくとですね、まあ、こんな感じで、こういうふうに飛び散ってるのが見えるかと思うんですけど、まだこのカメラの画像がですね、ちょっと解像度が低いものなんで、ちょっとはっきり見えてませんけども、表面に衝突装置が当たってこう表面の物質がこう飛び散ってるという画像が今回得られました。はい。で、この画像なんですけれどもね、はやぶさ2に搭載された DCAM3 というカメラによって撮られたものなんですけれども、こちらの DCAM3 っていうのは2つのカメラが乗っかってる、まあ、小型の分離の、まあ、衛星というかちっちゃい装置なんですけれども、この DCAM3 の上についてる黒いやつ、こちらが低解像度なんですけれども、まあ、リアルタイムで、画像がこう送れるという、まあ、カメラ、こちらカラーのカメラですね。これが、まあ、先ほど見ていただいた画像の撮像をしたカメラで、その下にまたこう丸い円があって、そこにカメラが入ってるんですけど、こちらは非常に高解像度で、非常にこう綺麗な撮像ができるんですけれども、まあ、モノクロの、デジタルカメラなんですね。一枚一枚のこう画像が大きいんで、まあ、データがこう降りてくる時間のにちょっと時間かかるということで、まあ、今日の記者会見が行われた時にはまだちょっとそのデータが出てなかったんで、そのこの解像度の低い方の画像だけしか見てなかったわけですけれども、まあ、今日から明日にかけて、まあ、データをこう下ろす作業をして、まあ、近いうちに公開されるかとは思うんですが、先ほど見た画像と、まあ、ほぼほぼ同じこう絵面で、かなり解像度が高くなった画像が得られるんじゃないかということですね。はい。で、まあ、ちょっと時間を遡って、まあ、今日の午前中にそのはやぶさから衝突装置がこう、分離されたんですけれども、その分離された時の画像もこのように撮影されています。で、これは分離装置が分離されて数秒後の画像だってことなんですけど、背景真っ暗なんですけど、本当はこの小惑星リュウグウがこうドーンと大写しになってるんですけど、これはやぶさ本体側からこうフラッシュを焚いて撮影されてたので、この
衝突措置しかこう明確には映ってないんですけど、本来はこの背景にはあの竜宮が見えてるそうです。で、まあ、ちょっとまあ話が前後するんですけど、まあ、今日のはやぶさ2の運用のまあざっくりとした流れでいきますと、まずはやぶさ2はホームポジションからその衝突装置を分離する500m、竜宮から500メートルの地点までまず降下をして、でそこで衝突装置をこう分離します、はい、で分離した衝突装置は40分のこうタイムカウントダウンが、かけられてまして、40分のうちにまずこのハヤブサはその爆発から逃れるために、500メートルまで降りたらそこからこう水平に移動をして、で竜宮から1キロほど離れたところで、今度はさらにこう縦にまた加工をしていきます。加工をするときにカメラを分離したわけなんですけれども、カメラを分離して、さらにこの小学生の、まあ、竜宮がこの辺にあるとしたらこう下の方に、まあ、見た目上下の方にこう行って、その爆発の、まあ、飛散物から逃れるために逃げていったわけなんですけども、下にこう逃げていって、で40分が経過したらその衝突装置がこう炸裂します。炸裂して、その衝突装置の下側のところがこう弾丸みたいに変形して秒速2キロで、小惑星の表面にこうぶつかって、でこうクレーターを作るということだったわけなんですけれど、まあ、それで得られた画像が今回のこの画像なんですけれども、まあこう飛び散ってるのはちょっとこう低解像度で分かりづらいかなとは思うんですけど、ちなみに、こちらの画像が、真空中の、まあ、これはまあの比較的平坦なところに、まあ、隕石を模した石をぶつける、まあ、隕石の衝突実験のこれ画像なんで、まあ、ちょっと違うかなとは思いますけど、この画像上はまあ若干右上の方からこうやや斜めに、打ち込んだ時にできるこの表面のエジェクターと呼ばれるんですけど、この噴出物の形なんですね。真空中はまあこんな感じになるんですけれど、これとまあ今日の竜宮からの噴出物をまあ比較してみると、まあちょっとまあ画像上は逆になってるかなとは思うんですけれど、まあこう均一にこう綺麗なこういう逆円錐形といいますかね、そういう形じゃなくて若干こういう感じですか、ちょっとこう片側に寄ってこう噴出しているように見える形になっていると思うんですけれども、まあ、これがまあどういうことでこうなってるのかっていうのはまだ、まだこれからのデータ分析をしないとわからないそうなんですけれども、まあ、可能性としては、斜面にこう、まあ、ぶつかったためにこうあまりこう均一にこう広がってないのか、あるいはぶつかったところのすぐそばに大きななんかこう岩かなんかがあって、まあ、ぶつかったところのこちら側はまあこう飛び散って見えるんですけど、こちら側はそのボルダーにこう当たってしまったためにこう飛び散って見えないのか、あるいはまあこの本来はこう綺麗に広がってるんだけれども、その光の当たり具合で見えてないところがあるだけなのか、はい、これはちょっとね、まだちょっと分かんないそうですけれども、後発のその非常に高解像度な画像があれば見えるのかなと思いますね。はい、ともあれ、新たな画像がどんどん出てくることを待ちたいと思います。まあ、今日はですね、午後から会見が2回行われたわけですけれども、まあ、午前中はその実際に衝突装置の運用が行われていたので、
その時はこうライブカメラで、この、管制室の映像が流れてたんですけれども、まあ、その DCAM3 が分離された時と、それからちゃんとこう DCAM を分離した後でこう探査機にこう退避したかどうかっていうのが確認できた時にはこうね、管制室で管制と、まあ、こう拍手が沸き起こったわけですけれども、まあ、今日の午後の会見、2回目の会見4時半からあったわけですけれども、運用の主要な方々が登壇されて、まあ、会見を行われたんですけれども、まあ、津田プロマネからその衝突装置の運用が成功したという発表があった時にも、まあ、記者の皆さんから拍手が沸き起こったわけですけれども、まあ、昨年6月の小惑星リウム到着から10ヶ月ほど経ちまして、その間に行われたミッション、まあ、ほぼほぼ成功を収めてきたわけですけれども、まあ、平成最後の、まあ、大仕事ということで、今後ですね、まあ、一旦ハイアプサをホームポジションに戻して、そこからまた、降下させて、今回その衝突装置を開けたところに、もう一回こう接近して、その前に撮った画像と、今回撮った画像をこう比較して、まあ、どんな感じの、まあ、クレーターができたかどうかっていうのを、まあ、4月のうちに観測をして、で、まあ、年号をまたいで、令和になってからですね、令和、まあ、初の大仕事として、2回目のタッチダウンにかかるわけですけれども、それが5月以降になるということで、まあ、4月中に いろんな画像とか見られるんじゃないかなとは思いますけれども、今後の運用の成功を祈りたいと思います。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。